はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイ国搾り。国搾りプレミアム、2018年限定出荷、果汁 15% の、ブドウ味です。アルコール度数 5%、ロゼワイン仕立てとなってます。原材料名がブドウとスピリッツとワインとブランデーと糖類と酸味料と香料と炭酸ガスです。ワインとブランデーも入ってるの？ブランデー入ってるんだから。最近寒くてさ、酒も飲む気が出ない。お酒も飲む気が出ないんだよね。ものすごい。あ、完璧。あれだな。後味が。最初口つけて飲んだ瞬間は、あ、なんかブドウジュースっぽいなーみたいな感じなんだけど。後味でこのブランデーが、効いてくる。うん。ああ、ブランデーが効いてくる。これブランデー好きな人は結構好きなんじゃないか。俺あんまり好きじゃないけど。関係ないけど、ブランデーのね、俺、ガキの頃からブランデーが好きだったんですよ。これなんでかっていうとですね、カステラで、なんかもらいもんのカステラとか、結婚式の引き出物とかで、カステラをもらってくるんですけど、あれの、ブランデーのね、カステラっていうのがあるんですよ。これ、みんな知ってんのかな？まあ、ちょっとわかんないですけどね。俺が新潟行った時に実家で、よくなんか、もらい物した時になんか、ブランデーのね、カステラが あったんですよ。それをね、食べてね、ものすごい好きで、ものすごい好きだったんですよ。うん。ブランデーがね、染み込んだカステラなんですけど、すごい好きでね。で、大人になって、ブランデー、まあ、二十歳以上になってブランデー飲めるじゃないですか。で、飲んだら、別にうまくねえなって、うん。でもね、これすごい好きなんですよ。ブランデーのカステラ。ブランデーのカステラがね、すごい好きでね、今でも大好きなんだけど。これ今、あれなんかな。やっぱ結構売ってるみたいですね。まあもともとそもそもカステラを買ったことがないんだけど、うん。ブランデーのカステラって、あれなんかな。ブランデーケーキっていうらしいですけど。ブランデーケーキっていうのが、まあ、カステラなんだけど、ブランデーケーキっていうらしいですね。なるほど。へえ。うわ、食いたくなってきたな。ブランデーケーキ、ですね、だいたい、2000円ぐらいです。結構するな。ブランデーケーキ。あのね、ブランデーのケーキと、もう一つなんか箱にね、箱に入ってきて、多分結婚式の引き出物なんかはわかんないけど、
2種類の、あの、カステラが、あの、送られてきたんですよ。で、なんか、俺らが、こう、まあ、ガキだから、食べなって言って、まあ、もらうんですけど、その片っぽのね、片っぽがそのブランデーケーキで、もう片っぽが、なんかね、ナッツかな？ナッツが上の方に、コーティングされたなんか、カステラなんですよね。正直あんまり美味しくない。なんか、塗り固められたなんか、ナッツ系が薄くスライスされて、なんか、なんだろうな、砂糖でコーティングされたようなやつが来るんですよね。これあんまり好きじゃなかったんですよ。うん。でもブランデーケーキは本当に美味しかった。まあ今でもほら、お菓子っていうかチョコレートで、チョコレートの お酒入ってるチョコレート、カルバトスとか、カルバトスだっけ？ラミーとかね。あれもまあ確かに好きなんですけど。でもやっぱブランデーケーキは本当に大好きですね。多分一番、酒の入ったお菓子で一番、個人的には好きなんですけど。うん、2000円もすんのか。高えな。高えな。うん、それのね、味がする。後味で。後味がそれっぽいな。ブランデーの。うん。なるほどね。これ本当に美味しいんだよ、このブランデーケーキ。本当に美味しいんだわ。だからガキの頃からもう大好きでさ、そのブランデーケーキが。でも実際大人になってみて、お前ブランデー飲んでみたら全然甘くないからな。甘さっていうのはブランデーに、ブランデーってほらそもそも、ぶどうを熟成させて、まあ、ぶどうを熟成させたお酒じゃないですか。あれ、1ミリも甘くねえからな、あれな。うん。だから、全然美味しくないんですよ。うん。なんか、ブランデーって甘いイメージがある。うん。でもね、でもそこそこ甘いのか。どうなんだろうな。ブランデーほとんど飲んでないからな。なんだろ、ラム酒とかみたいに、若干甘いっちゃ甘いのか。まあ、ものによっては確かに甘い。ラム酒、でも、どうだったかな。ほぼ買わねえから、マジ。ブランデー絶対買わねえからな。まあ、ラム酒と同じぐらい甘いのかな、若干な。若干甘い。まあ、そこそこ甘いんじゃない？酒の部類としては。ウォッカとか、に比べたら断然甘いんだろうな。確かに。でも、俺個人的に言わせてもらうと、ブランデーよりかラム酒の方が好きなんですよ。はるかにラム酒の方がうまいと思う。ラム酒は、あれだもんね。ラム酒の原材料が、糖蜜ですよね。焼酎と同じ。香類焼酎と同じで、サトウキビ糖蜜ですね。サトウキビの糖蜜っていういわゆる、だし柄みたいなやつですね。あれなんですけど。美味しいよね。ブランデーはうまいな。俺特に好きなのはブランデーのブランデーのさ、なんだっけ、あれなんだっけな、ブランデー、
最近本当に、あの、物忘れが激しくなったな。ブランデーじゃん、ブランデーじゃん、ラム酒だ、ごめん。ラム酒で一番個人的に好きなのが、あ、これマイヤーズのダークラムね。マイヤーズのダークラムが本当に大好きやん。すげえ美味しい。マイヤーズのダークラム。うわぁ、ブランデーケーキの話してたら本当に食べたくなってきたな。これすっげーうまいね。本当に、あの、皆さん食べてみてください。いや、もう食べた人の方が多いんかもわからんけど、すっげーうまいんだよ、これ。ブランデーケーキ。酒が好きな人、特にブランデーが好きな人だったら本当にクソうめえと思う。だって俺別にブランデー好きじゃないのに、これ超うまいと思ってるもん。本当に。これくっそうまいよなぁ。買ってこようかな、ブランデーケーキ。超うまいんだぜ。うわ、ブランデーケーキ食いたくなってきた。まあ、あの、カステラの、あの、ブランデーに仕込ん、あの、漬けにした。ね。まあ、ものなんですけど、わりかし、うん。まあでも、ぶっちゃけ俺カステラも別に好きでもなんでもねえんだけどな。カステラパサパサしてさ、あの、口の中食べるとさ、もうなんか、パサパサになるじゃん。そんで、牛乳と一緒に飲んだりするんだけど、まあ、うん。まあ、うまいと言えばうまいんだけど。あの、ブランデーのさ、そのさ、あの、なんだ。この上の部分か下の部分かちょっとわかんないんだけど、あの、紙がさ、コーティングされてるじゃないですか。あれがさ、食べ方がよくわかんない。俺、昔あの、ガキの頃、そのまま食ってたからな。紙だと気づかずに、あの、これあれだろう。食べられる紙だろうと思って普通に食ってたけど、だってさ、剥がすとさ、その茶色の部分がさ、それごと剥がれてくんだもん。ビリビリビリって。えー、ってこっちに全部つくんだよ。あれ何なのかな、あれどういう理屈なの、あ、非常にあれ何なんだろうな。もったいないじゃん。ビリビリビリって剥がしたら、その、あの、砂糖の部分が、一番なんかうまいような茶色い部分がさ、剥げんのよ。で、仕方なくこうやってさ、かじって食うんだけど、あれなんなんすかね？未だによくわかんないですけど、あれなんでくっついてくるの？あの、紙。なんか、食える紙なんかなと思って昔食ってたけど、あれ絶対食べちゃダメなやつだな、確実に。普通に食ってたけどな。神あれ何なんだろうな。おいおい、獺祭のブランデーケーキなんてあるぞ。ブランデーちゃうか、これ。酒ケーキだ。日本酒ケーキなんてのもあるぞ、これ。こんなのあんのかよ。うわぁ、獺祭だって。これ日本酒ケーキだろ。これいらねえや。普通のブランデーの方がいいわ。ブランデーケーキ美味しいんだよな、本当に。カステラのさ、紙、ググってみよう。この際だから。お、カステラの紙の剥がし方、理由は、取り方は温めるだけだって。はぁ？温めて食うの？カステラって。カステラの、紙がある理由は、剥がし方、取り方は、カステラの紙は何のためにあるの？ということで、カステラの紙を剥がすとザラザラっとしていませんが、実はこれカステラを作った時の砂糖です。ああ、まあ、ザラメみたいなもんだよな。
カステラには砂糖がたくさん使われています。割と、わざとザラメを敷いてるカステラもありますね。うんうん。カステラを焼くときに型の隙間から砂糖が漏れないように紙を敷いている。はあ、このさ、この部分がうまいんだよな。カステラの紙をきれいに剥がす方法。はあ、温めて砂糖を溶かせば、へえ、きれいに剥がすことができるって。マジかよ。これいる？これ薄い紙、このカステラのこの薄い紙いる？これ、よくわかんないんだよな。これなんとかならんのかね。あの、いわゆるオブラートみたいにさ、食える紙みたいになんないの、あれ。無理なんかな。もう昔さ、多分さ、あの、昔俺バカだったからさ、あの、オブラートかなんかだと思って普通に食ってたからな。いや、これどうせ、だってくっついててさ、剥がしたらそれごと届、あの、黒い部分、あの、茶色い部分がさ、そのままベリベリって剥がれるじゃん。いや、これおかしいってと思って、これ絶対食える紙なんだってって思ってずーっとあのオブラとかなんかだと思って一時期食ってたから、ね、そのまま紙ごと。まあまあぶっちゃけ紙はあれだろうな、木だからまあ問題ないんだけど、体には大して問題ないけどぶっちゃけ。紙はあれ植物だから、木だから。木食って、あの、やばいもん食ったら、まあ、全部出るから。問題ないって。でもあれだな。この紙マジで邪魔くせえよな。ほんとに。まあでも、カステラよか、やっぱりブランデーケーキの方が好きなんで、別にいいかな。ああ、すげえ食いたくなってた、ブランデーケーキ。ブランデーケーキ超食いたくなってきたなぁ、マジで。アマゾンで売ってねえかな、ブランデーケーキ。ブランデーケーキアマゾンで売ってない、これ。これクソうまいんだって、ほんとに。うわ、マジで食いたくなってきた。アマゾンでググってみよう。アマゾンでググったら出てくるんちゃうか、これ。あ、うわ、たっけぇ。あー、でも。一番安いのだと、1400円ぐらいのやつあるの。1400円。ああ。なんかまともな大きさだと、だいたい、やっぱ2000円以上するっぽいな。ブランデーケーキ。まあでも2000円、の前半後半で2000円ぐらいだな、大体。一番まあ大体安いのだと1400円で売ってるわ。ああ、でもあれだ、配送料が、送料が700円とかで結局あれだ、2000円ぐらいするんだ。結局2000円すんのかよ。うわ、めっちゃ食いたくなってきた、ブランデーケーキ。うわー、ブランデーケーキ本当に美味しいんだよな、これな。もうそこら辺にさ、どうせさ、東京に住んでんだから、東京のさ、有名なお菓子店でさ、ブランデーケーキ買ってきた方が安いんじゃないか。普通。あー、でもそっか。
あれがかかるんだ、お前。電車賃がかかるんだよ、東京。地味に電車賃高いからな。マジで。地味にこの電車賃が高いんだよ、これ。ブランデーケーキのレシピとかもあるぞ。ブランデーケーキ、あれか、カステラ買ってきて、それにあのブランデーつけとけばいいんじゃんか。これこういうのって基本的にお菓子とかのやつあれだからな。オーブンないと絶対作れないからな。俺オーブンなんて持ってない。電子レンジとあとあのトースターしか持ってないんだよ。オーブントースターしか持ってないんだけど。絶対作れないよな。確実に。オーブントースターじゃ 100% 作れない。あ、伊勢丹で売ってるって、伊勢丹。あ、やっぱり、こういう類はあれか、伊勢丹か。伊勢丹な。東京に伊勢丹なんてあったかな。俺、昔、関係ない話だけど、大阪行った時、俺、伊勢丹の社員の、なんだ、社員の、なんだ、警備員。社員の警備員してたから。社員が入ってくる入り口があるんだけど、それの、持ち物検査とか、こう、やっとったから、立証警備。立って、ひたすら立って、こう、なんか、やるやつ。社員の入り口みたいなのがあるんだよね。伊勢丹の社員の、社員が入ってくる入り口があるんだけど、そこの、立証警備みたいなのしとったな。でも伊勢丹だったら1300円ぐらいで買えるわ。伊勢丹なんて行ったことないんだけど。あ、三越と伊勢丹か。三越が、あ、三越どっかに東京にあるだろう。伊勢丹も多分東京にあると思うけど、俺見たことないな、伊勢丹。東京で俺伊勢丹見たことない。三越も見たことないけど、そもそも行かないから、ああいう系上流階級しか行けないタイプだからな、ああいう。上流階級の人間しかなんか行ってるイメージないんだけど、これ多分俺の卑屈なんだろうな、多分。確実に。俺が卑屈なだけなのかな、おそらく。うわぁ、ブランデーケーキ食いたくなってきた、マジで。腹も減ってきた。ブランデーケーキ今度買ってこようかな、ほんとに。伊勢丹行くのも、伊勢丹行くのも絶対電車賃かかるしな。あー、いくらね、もうやだ、絶対往復でさ、往復でさ、600円ぐらいかかるんだよ。普通にアマゾンで買った方がいいんじゃないの？普通に。アホらしい。とりあえず欲しいものリストに入れといて、後でちょっと買うか買わないかちょっとあれだな。考えよう。まあでも、すごい美味しいね。ブランデーケーキ。これ食べたことない人、ぜひ、食べてほしいですね。うん。まあ特にブランデーが好きな方はね、お酒のブランデーが好きな方は多分間違いなくうまいって言うと思うけど、まあ、まあそもそも甘いのが苦手とかいう人も結構いるからな、男だね。女の人は基本的に甘いの好きだと思うけど、男だと甘いの嫌いな人結構いるから、まあ俺もそんなに甘いの買わないけど、でも、まあ別に普通ぐらいだもんね。別に嫌いでもないんだよ、普通に。キャラメルコーンとか大好きだ。東ハトのキャラメルコーン大好きで。あれは神のお菓子だと思うね。
あれ考えた人すごいわ。キャラメルコーン。むちゃくちゃうまいな、あれな。スーパーで結構安く売ってるから。70円ぐらいで売ってるから。割とよく買うんだけど、本当に美味しいな。うん、昔関係ないけど、キャラメルコーンのパクリじゃないけどさ、名前がさ、とんがりコーンっていうさ、お菓子あったじゃん。あれはどうなったんですかね。とんがりコーン未だに売ってんのかな。とんがりコーンはあんまり好きじゃないんだよ。あんまり好きじゃないんだよ、あれ。よくこの指にこうやってはめてさ、ウェーとか言って遊んでたけどさ。あれぶっちゃけ大して美味しくないんだよな。かっぱえびせんとかだったらうまいんだけど、うめーってなるんだけど。とんがりコーンはね、ぶっちゃけあんまり食っても、まあ、そんなに美味しくないかな。そんなにうまいかってほどうまくもないね。個人的にはね。まあ基本的にコーンの味がするな、あれな。コーンのな。トウモロコシのな。うん。うん、まあでも、うん。まあでもそんなに好きじゃないね。とんがりコーン。かっぱえびせんは本当に美味しいんだけど。かっぱえびせんは本当にやめられない、止まらない、かっぱえびせんっていう、CM が昔あったんですよ。多分今の人知らないと思うんだけど。今の若い人知らないと思うけど、まあ、そういう CM があってですね。まあいいや。長くなったけど。これ結構甘いっすね。香りもまあ、まあ、うまいかまずいかって言うと、まあ、そこそこ美味しいんじゃない？うん。うん。4444ご視聴ありがとうございました。